番乗り。イエイ。遅刻しなかったね。はい。前回の反省を生かして30分前に着きました。やっほー。何買うんですか？今はかぼちゃの、私がかぼちゃのスープを買うって言ってて、みゆちゃんが勧めてます。おー、いいよ。そこを感じてしまってる商品に出会いましたね。おかげです。大好き。おめでとうございました。言えないじゃないですか、人のことやっぱり。そうやってね言ってくれ。
ですよ。前泊まった時なんか急に起きてバッグガサ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 大丈夫なんだっけ、なんか夢病みたいな夢病無理じゃあグッドパーにしましょう。はい、どうグッドパーで分かりました。一人ベッドじゃん。グッドパーで分かりましょう。わー、やばない、やばないことある。グッドパーで分かりましょう。おー、どうしたどうした、一人でどうしたの、説明してあげて皆さんにも。もうなんか一人で騒いでた、みんなが今からどっか行こうって言ってね。大丈夫、どうしたの。なんか今さ一人ベッドじゃない、あ一人だと思って登ろうとしたら、うるさすぎて、ね、はしゃぎすぎ、ね、さっきまでもうバッテリー無理、黄色バッテリー黄色とか向いてないから私と交換する。それはちょっと NG なんだ。痛かった、めっちゃここやだ。え、じゃあみゆちゃん交換してあげてもいいんだよ。交換しよう、そんな家だった最高じゃんか、一人ベッド。これサラちゃんファン、ファン喜ぶんじゃない。いや、やばいよ、メガネ、メガネだったもん、ね、ちょっとギャーはぁ、かわいしいやろだろ。でもね、髪の毛ボサボサやばいやばいやばい今が、今までね、ちょっと帽子かぶってたからね。あ、いるいるいる、なんかいるファンいるよ、なんかいるぞ、なんかいるぞ。明日に備えましょう。はい、ちなみにあのこれみんなおソロです。そうそう、ちなみにね、そう、前回と同様で、はい、ちなみにこれパジャマです。いいよいいよ、ちなみにね、しかも同じパジャマ、同じだということで、はい、じゃあこの後もう私たち寝る準備完了なので、はい、寝ましょう。おやすみ、明日ね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 、おやすみ。まだ寝たくないよ一番早く寝ます。いやだよ、寝たくない。バイバーイ。